きチャンネル。じゃあこんにちは。さあ今日はですね、はい、人生大逆転、うん、一歩間違ったら日の目を見なかった選手たちです、うん、はい。ってことはだからもう何かの、うん、このパズルの組み合わせが起きたことによって、うん、はい、日の目を見る結果になってよかったねっていう、うん、一歩間違ったら出てこなかったか全国認知度すごい低かったっていう。あ、私も一人パッと思いつきました。誰ですか？ラオ。あー入ってますね。入ってますか、はい、これは、まあ、オリックスはね、はい、あの杉本、紅林ですね、はい、あー、これやっぱ監督変わって、うん、これでやっぱりね、この、まあ、今年もね、日本ハム新庄監督になりましたし、はい、中日も立浪さん、はい、なりましたし、ソフトバンクも藤本さんになりましたけど、やっぱ監督が変わって一番重要な起こることっていうのは、はい、強くなるか弱くなるかじゃない。やっぱりね、こう今まで使われなかった選手が使われる可能性もあるし、はい、今まで使われた選手が使われなくなる可能性もあるっていう、この人事の行方が大きく変わる中で、はい、西村監督からで、まあ、昨年、ね、途中からあの中島代行になって、はい、で今年からちゃんとなったことによって、今までそんなに重要視で起用されてなかった杉本と2年目の紅林が大ブレイク。だからひょっとしたらよ、監督変わってなかったらよ、杉本がホームランを取ってなかったかも。いや、その可能性高いじゃないですか。紅林、うん、なんで、はい、ずっと2軍にいたかもわかんない。出てないかもしれないですね。出てないかも、もしくは出たけどちょっとぐらいダメだったらすぐ2軍みたいな、はい、だったかもわかんないし、我慢してもらってないかもしれない、うん、最初ら辺の守備ミスとかなんかあっても2軍行けみたいな感じになったかもわかんないし、うん、はい、杉本とかも、はい、あんなにずっと最初の方を我慢して使ってくれることもなかっただろうし、はい、この監督が中島監督に代わって2人は本当に良かったねっていう、うん、そうですね。これがやっぱ中島さんがこう2軍で結構見てたっていうのがっていうのもあるしね、うんうん、でもこれ変わらなかったらなかったわけだからね。そうですね。だからこれやっぱこういう運も大事なのよ、うん、そうやってその運をあとはつかめるかどうか本人次第だけどね、うん、こういったところでまあ人生変わったよね。もしこう監督変わってなかったらね、今頃本当逆にどうなってたかね。そうですね。杉本選手も紅林選手も名前さえも通ってなかったよ。なんか どうしたんだろうねみたいなね、うん、まあ、たまに出てきて打つけどねみたいな感じだったかもわかんない中、うん、はい、これはもうね、人生が一発逆転した。変わりましたね、うん、で続いてが、はい、佐野です。 DeNA、 あー、はいはいはい、首位打者取って、はい、筒香がメジャー行かなかったら、うん、はい、今まだ代打だったかもわかってんね。そうですね。だってまあね、筒香がいて、はい、まあ、佐野がセンター守ることないから、はい、でオースティンがいたら、うん、出れないじゃんね。そうですね。で DH もないしね、うん、だから筒香がメジャーに行ったからこそ、うん、日の目を見て佐々木ジャパンだったら、はい、日本代表になってたかもわかってないし、首位打者とかね、タイトルも取って、うん、日の目を見たよね。はい、やっぱタイミングって大事ですよね。いや、めっちゃ大事よ、このタイミングが、うん、はい、やっぱ絶対的な人いたら出れないからね、うん、そうですね。それがメジャー行ったことによって、うん、もう筒香帰ってきても出るとこないねぐらいのね、はい、感じになってくるじゃん ね、うん、そうですね。しかもそこからやっぱりなんか人柄とかそういうところで、うん、若くキャプテンにもなったりして、今ね、いい感じになりますよね。だから筒香のね、うん、メジャー移籍によって人生が変わったね、はい、プラス、はい、梶谷の FA で桑原ね。そうですね、今年あれだって梶谷 FA してなかったら、うん、はい、まあ怪我したかね、同じように怪我したかどうか分かんないけど、はい、構想上は梶谷センターだったと思う、うん、でこれがね FA したことによって上佐とか、うん、桑原がどうなるんやって言って、うん、桑原3割オーバー一気に出て、すばらしい、あ、もう桑原もうダメだったか、ちょっとここでもう一回盛り返せてね、うん、これもう梶谷 FA してなかったら持ち返せないからね、うん、はい、そういった意味ではこの筒香のメジャー移籍、梶谷の FA で桑原と佐野は人生が180度か、はい、年俸もバーンとアップするでしょうね。アップするでしょうね、うん、で続いてが、はい、伊藤大海投手です。伊藤大海投手はそんなにあれですか？で もちろんルーキーとしてめちゃくちゃ活躍しましたけど、うんうん、いや人生180度変わったよ。そうですか、うん、あ、分かった、分かった、そういうことか、分かった、オリンピックに、そう、菅野が、はい、そうだそうだ、辞退したことによって、はい、伊藤大海が選ばれて、はい、オリンピックで金メダル取って、うん、しかも大事なとこで投げて、はい、そこで結果残して、うん、でお色陣、はい、お色陣の話題になりましたね。であれで一気に知名度が全国区になったんだよね、うん、あれがなかったらよ、うん、そこまで伊藤のことを人は知らなかったと思う。いや頑張ったよ、うん、はい、頑張ったけども、うん、そこまで知らなかったと。あ、そうですね、ルーキーだけど頑張ったねで終わったかもしれないな。そうそうそう、菅野が、うん、菅野が辞退することによって選ばれてお色陣して、うん、それで一躍伊藤大海っていう名前が全国区になって、うん、でそのね注目されて、うん、金メダルも取れて、うん、人生180度変わったよね。いや、オリンピック
リンピックのあの場面で抑えるっていうので、うん、メンタルも強いな、すごいルーキーだなって、うん、もうやっぱりのがやっぱ知名度広かったじゃん。なりました。だってあれもし菅野がそのまま出てたら、はい、もう本当うんともすんとも、うん、あいいピッチャーいるねハモニーみたいな感じだけだったと、はい、本人の経験値もやっぱり全然違うでしょうね。全然違う、うん、でもやっぱり知名度が上がらないと。でもうちょこれで次の日本代表の今監督が栗山さんかみたいな感じで取り出されてるけど、はい、普通に伊藤は入るんじゃないのぐらいの世論が来るじゃん。なります伊藤いるよねみたいな、はい、先発もリリーフもできるしみたいな、うん、これオリンピックなかったら伊藤いるよねって絶対来ないからね。そうですね、もう今伊藤いるよねになってるからね。いや入るでしょうと思っちゃいます。そうそう、うん、先発も中継ぎも両方できるから使い勝手もいいし、はい、まあ、伊藤はまだ入るよねみたいな、うんうん、これももう菅野自体の乗ってのチャンスを掴んでは結果人生180度かと。いやタイミングですね。もう何が起こるか分かんないのよ。分かんないですね。で続いては人生変わった人、はい、こちらです。佐々木千早です。おリリーフで、はいはい、もう人生変わりましたよね、はい、ある出来事が起きたきっかけ。ある出来事、あ分かったかもしれない。なんですか。唐川投手、唐川が怪我したことによって、はい、去年までは、うん、まあ、沢村、はい、唐川、うん、増田、うん、で、まあ、方程式3人だったけど、はい、まあ、この沢村がメジャー挑戦したっていうのも、うん、佐々木千早にとっては一つラッキーなんだよね、はい、ポジションが空いて、うん、で、唐川が怪我することによって佐々木千早がそこに入って、はい、もう勝ち運、佐々木千早が投げたら負けてても勝っちゃうみたいな、うん、勝ち運って言われて、しかもオールスターにも初出場して、はい、もう8回は佐々木でしょ。だから川も途中で帰ってきたけど、はい、もう8回は佐々木でしょみたいな、うん、で国吉系、国吉、佐々木、増田みたいな、はい、もし川が怪我してなかったら、うん、ひょっとしたらどこで投げてたんだろう。いや6回とか、うん、7回とか、はい、だから今で言うと小野とか、うん、田中康とかが投げてるところで投げてたかもしれないし、うん、ひょっとしたら2軍行ったり来たりとか2軍にいたかもかね、はい、ひょっとしたら今となっては勝ちパターンにガッチリハマって、うん、これでもう来年も、まあ、佐々木千早増田でしょみたいな、まあ、計算できちゃう感じになりますね、うん、逆に唐川は去年良かったのに怪我することによってちょっとワンランク階段が下がっちゃって、うん、ポジションをだから奪われた感じ。そうそう、だこういうパターンもあるのよ、うん、逆に変わっちゃったみたいな、はい、怪我してね、うん、でも佐々木千早も大きくこの唐川の怪我で、うん、で佐々木があの結果を残したことによって今まで何の実績もないからね、うん、人生180度かって、はい、そうですね、こういいタイミングでチャンスが来た時にその一瞬のチャンスをつかめるかどうかっていうのが、それも、うん、それはねもう本人の頑張り次第だけども、うん、はい、でもその運のチャンスすら来ない人もいるからね。確かにそうですね、うんうん、俺の時代だったら、うん、あの大野光成さんっていう、はい、ヤクルトに入った東北福祉大学から、うん、大学球界ナンバーワンのキャッチャーって言われてて、はい、ヤクルトに入ったんだけども古田さんがいるから、はい、絶対レギュラーになれない、ね、だからそういうパターンもあるじゃんね、はい、もうここに城島がいる時の田口さん、はい、城島がフルイニング出場したから、うん、1回も試合出てないのよ。それ辛いですね。そういうのも絶対的な人がいたら、はい、うん、もう戦えないもんね、うん、今のジャイアンツのショートどんだけ取っても坂本がいるから絶対試合出れないんですね、怪我しない限りね、うん、でも今日言った人生変わった選手たちは、はい、そのチャンスをものにしたっていうのと、はい、そのチャンスが生まれたことがラッキーだったね。うん、どの選手も生まれなかったら、はい、だってまあタラリバ言ったら仕方ないけどオリックスも監督変わってなかったらもあるし、はい、筒香がメジャー行かなかったら、はい、菅野が辞退しなかったら、うん、唐川が怪我しなかったらって、うん、ってなってくるとゾッとするね。そうです、本人だったら違う選手がもしかしたらまた爆発してた可能性もあるし、うん、そう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 、そういった意味ではね、はい、どこで何がどう変わるか分かんないからね、うん、まあでもそのチャンスが来た時にね、はい、掴めるように準備だけはしとかなきゃいけないしね。そうですね、うん、佐藤さんがポンと上がったのもやっぱ何かの機会があってっていうのもあったわけですよね。まあボビーが来たからっていうのもでかかったよね。おー、そう、監督が変わるっていうね、うん、だからここだから来年、うん、だから日本ハム、はい、で中日、うん、でソフトバンク、はい、まあ、ここの選手たちは監督が変わったから、うん、来年ひょっとしたらねびっくりするような選手が出てくるかもしれないんで、新たなスターが生まれる可能性がね、ちょっと期待したいです ね、はい、皆さんね、うん、秋のキャンプも中心に来年のキャンプもね、うん、見逃さずチェックしていきましょう、はい、はい。